どうも、マセキの浅草キとエル歌舞伎のエル歌です。どうも、デロニアン氏です。ということでね、はい、あのキログラムの定義変更決定というニュースなんですけど、はあ、アンペアなどもということで、はい、質量の単位キログラムの定義が国際キログラム元気と呼ばれる分度から約130年ぶりに見直される。うん、ほう、日本を含む各国が加盟するメートル条約で単位のあり方を定める国際度量焦燥会が16日フランスで開かれ、キログラムなど4つの単位の改定案が可決された。新しい定義は来年5月から導入される。ちょっといいですか、はい、そのニュース、あのキャパオーバーなんで、はい、確かにね、終わっていいですか。無理です。そうなんですけど、キャパオーバーです。俺キログラムの定義が変わるってことはね、成田デシリットルさんっていう芸人さんしか知らないんで、インディーズの芸人の名前出さなくていいですけどね、知らないんで。ペパーミントの風に吹かれてて元爆笑レッドカップ出てた人ですけど、はい、ね、こういう話になると私も饒舌になりますけどじゃあこれね、はい、どういうことなんですか。いや俺も全然わかんないんだけど、ただ俺あの実はこう秘密裏に11月25日日曜日にちょっと寝技の大会にまた証拠りもなく出るという、これもありました。私一人で出るんですけど、今度11月の25日そうなんですよ、はいはいはい、軽量で 65.8kg までの、うん、フェザー級というのでエントリーしまして、はいはい、前回とはちょっと違いますね。で試合、そうなん、前回は体重規定がなかったので、で試合時の僕の基本体重 65kg ぐらいなんです大体。はい、でこの前もう今ちょっと全然練習できてなくて、毎日ライブで、はい、ちょっとこう毎日食べてますので、うん、65.6 あるんですよ今。ダメじゃない。これが今 65.8 なんで、あのリミットは、リミットはね、うん、でその多分試合前に落とすための練習も多分できないと思うんで、はいはいはい、もしそうなった場合には、あの俺山中伸介の相手のネリをいじったことを謝罪していきたいそうだね、軽量失敗の可能性もあると。もうまさ浅草、うん、誰だ、浅草キットは飲むのやめてください、ね、マセキの、はい、ネリで、いやルイスネリダメでしょ、ネリ上田で、いやダメですよ、もう間違いなく格闘関連の仕事なくなりますからねねえ、まあそういうことがねちょっとあるということで、ちょっとキログラムの定義はね変更っていうのは、もし詳しい方がいたらハッシュタグエルラジの方に、つぶやいてください。スルーしますんで、スルーします、ね、もう定義です、ね、はい、そしてですね、はい、ちょっとすいませんね、今日ちょっと教養 のあればっかで大丈夫です か、はい、和田アキ子、うん、架空請求詐欺のハガキに激怒、誰や思っとんねんっていうニュースがありましてそれなんかわかるの、うん、これわかりやすい、その数学の科学がわかるんですけど、歌手の和田アキ子括弧68ということで、あ、もう結構あれなんだ。だからあのさっきのねその数字の話ですけど、だから張本勲さんマイナス10ですね、年齢的には。なるほど、はい、世界経験では張本さんの年齢からマイナス何歳というふうに数えていくっていう、山根明さんが今プラス1ですね、プラス1歳ってことで、会長、いや分かんないけど、山根会長は1歳、それ下田景樹がね60歳を機に新0歳を名乗った時ぐらいの戦慄走るのやめてください今新10何歳なんですよ、確か新10の、はい、いいですね。アッコのいい加減に1000回に出演、うん、自らに届いた詐欺メールや架空請求のハガキに怒りをあらわにしたということで、うん、なんかね、和田さんがまあなんかね登録料金の未納が発生してます、うん、本日中にご連絡がない場合法的手続きに移行しますという内容の詐欺メールだった。ほう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 、ね、払っちゃったのかね。いやあのねちゃんと、30年来の経理担当者に電話をさせたところ、うん、相手はしどろもどろだった、うん、和田さんはとにかく相手にしちゃいけませんよ、うん、とにかく無視してくださいとリスナーに注意を喚起、はいはいはい、そして犯人たちにも、うん、あかんぞ人を選ばな誰やぞ思っとんねんと。これも来年のポスターとか出てきそうですね。あ、いいですね。バシーンと。あ、いいかもしれないですね。ですね。確かに。角田さんも痴漢ダメっつって。あ、なるほど。やってますからも。そんなにね、クリーンなキャラだったのに、うん、なかなかテレビ見れなくなった。何があったんですかね。いいね。ね、気になるところですけど。まあ、私もね、はい、何を隠そう、前田敦子さんからメール来たことあって、面識ないんですけど、はい、この100万円を受け取ってもらえませんかっていうのがあって、うん、なんか悪いことしてんのかね。いやなんか早すぎたドンファンな気持ちになりましたねあ一気にこんなにいろいろ手に入るんだと思って、ね、でもなんかね、うん、その悪い気がしたね。返信はしませんでしたね。あ、もらうわけにもいかない、もらうわけないからね。人妻はすぐ3000万くれるしよ。あ、そうですか。くれようとするね、あのメールによると。メールではそうですか。すぐ3000万くれようとする、ね、気をつけないといけないですけど、でね、昨日前澤友作さんが ZOZO タウンの、はいはい、ZOZO タウンってもう古いのかな名前は、 ZOZO の前澤友作さん、ZOZO みたいに言わなくて、いや別に言ってはないけど、明石家さんまさんとご飯を食べたということで、うん、あらまあすごい。でさんまさんに首を両手で絞められてる、うん、写真を上げてまして。なるほど。さんまさんが恋敵前澤氏と対面ということで、
あ、はいはいはい、堀川弓さんをね、もともとこう可愛い子で、前澤さんにちょっとこう恨みを、だけどすごい笑顔で2人でご飯食べてたんで、はい、なんかね、みんなの怒りのやり場がなくなってしまいましたね。さんまさんが認めてしまったということで、あ、なるほどね、なかなかね大変なことですよ。首絞められてニコニコしてた、さんまさんはね、ワンクッションイケメンの俳優さんと噂になって前澤に行くのはいいね、前澤にいきなり行って、俺はね25歳までデートできません、うん、オスカーの決まりで25からフリーになったら食事でも行こうかっていう、一遍も食事に行ったことないねんで、おお、はいはいはい、俺はオスカーに対しての礼儀もあるしな、それはあかんっていうので、やってたらいきなり前澤やで、恋愛としてはあかんねんと、複雑な男心を吐露したいくつの人がそんな真面目に答えてるの、63歳ですね、若いな、さんまさん若いな、ね、すごいな、一度ねお見かけした時もめちゃくちゃかっこよかったですからね、かっこよかったね、うん、なんか本当に細身のジーパンにね、もうパーカータイトなパーカー、すげえね、あのパーカー欲しいな、かっこよかったんだよ、あのパーカー本当にぴったりとしたね、パーカーを着てて、もうパーカーしか出ない、いや、それでね、俺らの知り合いでしゃもじって芸人がいるんだけど、うん、昔テレビとかも出てたけど、しゃもじが一回テレビ局のすれ違ってご挨拶した時に、したんだって、あ、さんまさんだと思ってわざわざって思わず言っちゃったら、すんごい凝視された2秒後に、誰やねんってどっか行ったの、突っ込んで、かっこいいよね、だって優しさでしょ、あれだよね、そのお昼の番組出したけど、その時はね、はい、その時にやっぱね、あの収録だからさ、意外とこう結構ね、あの踏み込むっていうかね、はい、下ネタとか踏み込むようなこと言って、はいはい、どこまでいけるかってやってんのがいいね、あ、なるほどね、でもそれ普段見れないじゃない、はい、そういうところで、はいはい、そういうところはあんま出さないように、はいはい、俺らが前説で見た時の番組ですよね、そう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 、はいはいはい、あれ面白いなと思ったな、確かにね、やっぱどっかでやっぱそういうのやるんだな、はいはいはい、うん、ね、なんかそのタブーに軽く転職するかしないかのとこでやってくれるというね、あれ面白いね、やっぱ ねでもね、まあ、だからってね、お金持ちの社長のね首を絞めちゃダメですよね、さすがに、でもお金持ちの社長って、はい、いろいろ突き詰めていけばそういう性癖なんじゃないですか、いや、どういうことですか、首絞められて、首絞められて、いや、違う、そういうなるんじゃないですか、いやいや、そんなことないですよ、なんかね、月に行く前に星が見えたって言ってましたけど、ね、思わず首絞められてね、花場だけが、ね、田本哲郎いたってたんで、いやいや、田本哲郎ね、大霊界で、ね、大霊界で、ね、そしてですね、12星座ランキング人と群れるのを苦手としている星座はどれだっていう、いやー、もうどうでもいいですね、いや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 、どうでもいいですね、久々に登場ですね、しらべえさん、うわー、しらべえさんは、しらべえさん常に調べてくれますからね、しらべえさん MX のダンディでしか見たことないよね、うん、あ、そうなんだ、ニュースサイト、俺はあなたが取り上げてからしらべえを知って、はいはいはい、意識して見てたら、はい、うん、これもうダンディでしか見たことないです、あ、そうですか、しらべえさんのなりなり .com を中心にね、お届けしますから、この配信はねえ、あれ最近見ないね、なんか、チョベリーだったっけど、はい、ナインティーズチョベリーね、ナインティーズ、ナインティーズチョベリーはもうさすが、あの90年代の、なんかそういう鈴木亜美とか、そういうのを中心にお届けしてるところなんだけど、結構頑張ってたんだけどね、ある時をパタッとね、あの境に途絶えましたね、途絶えました、配信が、あ、まだやってんじゃないかな、たまに、あ、チョベリーねえでね、はい、最下位はマイペースなあの星座ということで、なんすか、マイペースの、なんだろうね、お羊座だそうですね、いやいや、なんだろう、水亀にさ、はい、その概念ないだろ、水亀、どういうことですか、物だろ、水亀って、あ、水亀って物ですか、亀、亀お羊座、おお、はいはい、その十二星座で争うのかに、物があるっていうのはどうか、あ、なるほどね、もそもそもなる、そもそも、デロリアンはさ、何座ですか、サソリよ、あ、サソリですか、サソリ座はね、人と群れるのは好きではない第3位ですね、ああ、3位なんだ、でね、これ大変なことが判明してましたね、うん、第1位ヤギ座で私なんで、ああ、エルカウギ社交も終わりましたね、終わりましたね信じてんじゃねえか信じちゃってんじゃねえかやば、調べ、調べさん、さすが、これ当たってますね、いや、これはちょっと俺きついわ、社交性ないですね、これちょっとやばいね、その割には頑張ってるんじゃないですか、あなた、確かに、1位は慎重で真面目なヤギ座がランクイン、ヤギ座は忍耐強くこだわりが強い星座と言われている、自分に厳しく一度決意したことで最後までやり抜く努力家また人に協力を仰ぐことを苦手し、何でも一人でこなしてしまおうとする一面も、他人に気を使ってしまいがちなので誰かと協力するよりも一人でやった方が楽だと感じ、群れることを良しとしないのだろう、おあのね、占いをやり始めたらね、もうその番組は終わりですよ、いや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 終わりですよ、そんなことないですよ、終わりですよ
3位のサソリ座は、うん、情熱的で目標達成のために努力を惜しまない星座と言われている。ああ、分かってるね。その高い集中力はマルチタスクよりも何か一つのことに熱中できる環境で大きな力を発揮するような。分かってるね。一方で、熱中しすぎると周りが見えなくなってしまい頑固になってしまうことも、うん、あ、職人気質、職人かたぎの、サソリ座にとって一人で集中できる空間の方が居心地よく感じるのかもということで。お、ちょっと当たってんの早そう。悔しいですね。当たりまくってますね。そうなんですよ。だからまあ家から一歩も出ませんから。あ、なるほどね。これ当たりとかね、いろいろありますけど、この前ね、あとある番組前説した時にゲッターズ飯田っていう名前が書いてる部屋を通り過ぎましたね。占いといえば。それぐらいしかないんです。そうです。そして江原博之さんで、私は何回も泣いたことがあると。あ、いいですよ。いうことですけどね。かなりね、占いなんてね、ずっとやっぱ占いってあれだね。はい、やりましたいろんな、うん、俺は小学校中学校の時動物占いだっけ、うん、ありましたね。流行りました。流行りましたよね、うん、そういうのね。だから明日はね、ちょっと久々に動物占いの方を手に取ってちょっとやるのもありかもしれませんね。そういうのはゆりおかさんに任せないんですか。占いは占いじゃない、おまじないだから。おまじないか。おーっとって最後にやったからおまじない1個見てたな。やりましたよ。見てましたね。爆笑オンエアバトルね、出てましたからね。ということで、はい、ね、なんかあんまりニュースないですね今日特に何か動きがあったわけではない。なんかね、毎日やってるじゃないですか、年間通して、うんうん、もうね、人の不幸とか扱うのが嫌になってきた疲れてきましたよ。疲れてきたね。あ、そうですか。あ、じゃあね、もう一個、ドラゴンボールスーパー試写会混乱、うん、今後の対応説明という。ああ、くしくもなりなり .com さんですけど。はいはい、くしくもって知らないですけど、ね、アニメ映画ドラゴンボールスーパーブロリーやるんだ、うん。まあ、もうブロリーはね、ブロリー定期的にやりますね、ブロリー。そうなんだ。定期的にブロリーは、俺のすげえ昔に一回やって終わりだったのかと思った。だから、うん、俺の勘違いじゃなければ何回かブロリー出てくるんだけど、はい、毎回初見の感じになってるのがちょっと俺、うんと思うね。あ、そっか、映画のキャラだからだそのそうそうそう、実際の時間軸で動いてるアニメとか漫画の方に出てきてないっていう設定だったのかな、うん、実は設定なってたのかな、昔は。 あれと思っちゃうんだよね。はいはいはい、はい、ブロリー何回か出てきてると思うんだよな。なるほど。11月16日公式サイトを更新し、14日のワールドプレミアで混乱を招いたことを改めて謝罪、うん、またワールドプレミアの招待状を劇場鑑賞券として活用できる対応策を発表した、ね、なんで混乱してしまったんですか。あ、多くの招待客が来場したことで入場規制を実施したと。14日の日本武道館。あ、なるほど。日本武道館で入場規制実施しなきゃいけないんだ。会場に入れなかったファンなどから不満の声が続々と上がったと。すごいね、日本武道館だよそんなに。片側でしか見ないのかね。どういう風なのスクリーン。あ、そっか、360度で。まあだから、あれもあるもんね、サイズ、どのサイズでやったかっていうね。だからそうだよね、沢田研二さんは、うん、埼玉スーパーアリーナとだけ話しましたけど、俺最近読んだその那須川天心対堀口恭司、うん、雷神でやったちょっと前のすごいさ有名のカードじゃないけど、うん、あれはなんかでかいサイズが満員になったって2人のインタビューで最近、うん、それがすごい見れてよかったって書いてたから。おー、すごいことだったんだね。いや、まあ確かにだってね、途中からやっぱスカスカっていうのはバレてたもんね、テレビとかで見てても。あ、昔のね、本当は はいはい、例えば韓国大会とかのやつ見てても、はいはいはい、これめっちゃ会場暗くしてるけど、はいはい、これ客入ってねえなとか、うん、だからこの前満員だったっていうね、うん、ことであったあった、すごいね。ちなみに那須川天心対メイウェザーがやっぱりやるってなりましたけど、うん、なんかね、ニュースサイトによるとメイウェザーは今までに6年間引っ張った試合もあるらしいんですよ。ああ、はい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 、はい、下手したら2024に実現する可能性ありますよね、那須川対メイウェザー。もうじじいじゃねえかそこそこじじいのボクサーになってんだよね。エキシビジョンマッチになるんじゃないかと言われてんだけど、榊原さんはかたくなにノックアウトありのルールですって言ってますね。なんでできんのがね。でもなんかメイウェザーはもう公言してて、その全ラウンド9分間か、うん、動き回ってとにかく俺は走り回るんですよね。ガードしてガードしてと。蹴りありなのかね。いや、どうもボクシングじゃないかな。でも那須川はパンチだけでもいいっつってね。ああ、だってその方がいいね。その方がいいね。拳一つで世界を変えるっすよ。ねえ。キック、うん、ね、キックというとね、やっぱり時々見ちゃうのは長渕キックの動画ですね。蹴った後に自分の体の方がタクシーに衝突するというね。伝説の経緯がありますんで。あれでしょ。ドラマでしょそれ。ドラマだけど、でも
でも実際できんじゃないかな。ちょっと練習してみようかな。レイっつってタクシーに自分だけ一つしてんだから、お前の方が一定だ。それあれだよ、あの1万円札をさ、はい、こう高田が上げて、はい、であのタクシーを蹴飛ばして止めてた織田無道っていう、いやいいよ昔の僧侶、最強の僧侶を言ってましたからね。そうね、無道ですよ織田無道ね。無道スピリッツっていう格闘技イベントも立ち上げたなんてとこまで調べましたけど、ねえ、ボンネットに足乗っけてた、あの僧侶で使うさ、あの持ってる棒みたいなんで、なんか鈴が鳴るような、ああシャリーンと、あれを、あれを自作王で鳴らしたやつ、そう、あれを棒術のように構えてるポスターでしたけど、あれ武器に使っちゃダメだろって、いやあれ武器に昔使ってんじゃないの、ね、あ、そうなんだ、あのほら、バカボンの信長の時代とかそうじゃないの、そうかもね、なるほど、仕込み杖みたいに刀になってんだね、なんか、あの駅で見るさ、あの僧侶の人が修行してさ、片手で拝みながらさ、あの何、渋谷駅にいるな、投げ銭じゃないけど、渋谷とか来てくださいみたいな。あの宅発でしょ、宅発、宅発っていうの、うん、あの人がさ目の前通った瞬間に薄めでちょっとチェックしてる人いますね。入れないかなっていう総理もしていますね。よく見ますけど、ずっとね同じとこでね、うん、もう何年もね犬を置いてね、はい、犬の募金してもらうってる人いるんですけどね、はい、ちょっと僕あれ怪しいなと思って、いや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 、いや本人はいらないでしょ。犬が欲しがってる。ずっと犬ね、いるんだよな、あれ何なんだろうと思って、私は資本主義の犬だっていう、なんかそういうメッセージでもあるかもしれませんね。いいよ無理やりそんな難しいこと言ってますわ、ね、まあ、キログラムの定義が変わるということで、はい、ちょっとこのニュースはね、分かってますか、この、はい、あまりニュースがないっていう時ほど慌てて喋るもんだから、普段よりも長く時間が長くなっている。充実して長い時とスカスカで長い時ありますね、うん、あるね、今日はスカスカ、はい、今日20分おろしぐらいの感じでやってますよね、はい、ということでまた明日お聞きなさってください。お願いします。